始まったな、ついに。叫んじゃいけないらしい、今日。俺はなんかとりあえず大きい声出したらダメらしい。あこれで行ってみる、みんな一旦これで大体70から 80% ぐらいでやってる。なるほどね。 85% で行くわ一旦。こんにちは。は？え何が起きたの今。俺の身に何が起きたの今。あ、こっから何やねこれ。全然始まらへん。おい、どっちに進めばいいんだこれ。俺は井戸ありそう。82にするか。82。俺に喋るなとお申し出か。びっくりさせ系なのか、シンプルにお化け出る系なのか。うわ、コケ生えまくりぎだ。あっちなんかあるぞ、家ある。ねえ、俺は何かを見つけるために死ななきゃいけないのかこのゲーム。 80% でいいか、みんな。 80% でもやばそう。やってやるよ。いもう叫んでないじゃん今のは。へーじゃん今の。いでもへーでもダメですか。75ぬるげそうじゃねえ。でもこれさ、右上のバッテリーはさ、75楽じゃん、ぬるげじゃん。とりあえずこのさ、右上のバッテリーはさ、何かを意味しているのか。俺歩き続けるぞとりあえず。これ人いない？あれ人か？人ではないな、何かか。一旦お邪魔するか。突撃。全然ただまだ怖くはないぞ。ホラーじゃないのかこれ。俺の声量があれか。罠じゃん。70ぐらいにしていいっすか自分。さすがにぬるげーか70は。でもさ、こんなさ森の中にさバッテリーが落ちてるとは考えにくいからさ、やっぱ建築物、建造物をさ見つけていくのが俺はいいと思うんだよ。そういったところにバッテリーはあるんじゃないでしょうか。でもこのさ、雨の森の中さ、雨の中さ森を突き進むことが果たしていいかって話。俺そんなことはダメだと思うんだよね。来るよこれ。来ないね。これだって出た瞬間になんかポピーンみたいな感じで来んじゃないの、なんかが。バカが。え？ん？誰今の。誰今のは。ねえ、やめて。ねえ、ちょっと本当に怖いかもね、結構これ。もうちょっとそれは違うやそれはずるいじゃん。それはずるいじゃん。それはずるいですやん。